隊員の皆さん、おはようございます。本日は石川駐屯地43周年の記念行事には、このように多くの地元の方々ご来賓の参加を賜り、曲をできますことこと自衛官としても非常に嬉しく思います。私からの紹介いただきました元自衛官福島県出身の参議院議員佐藤正久です。今この瞬間も皆さんの仲間が陸に海に空に国内国外で結果を出すために汗を流しておられます。先の東日本大震災におきましても、人命の救助、物資の輸送と力を出していただきます。また原発事故に対しましては、皆さんの自己犠牲というものを軸にしたあの活動が、3月17日の放水活動が被災者を含む日本国民に勇気を与えていただき、同盟国の米軍にも自衛隊の本気度を見せて彼らも奮い立ったというふうに聞いております。災害派遣に従事した隊員だけではなく、それを支えていただいた留守部隊の方々、そしてご家族の方々をはじめ多くの方々に、福島県の人間としても改めて御礼申し上げます。本当にありがとうございました。災害派遣官、ある隊員が電力回復で宿舎に帰った際、奥さんからこう言われたそうです。あなた、あんまり無理をしないでね、ちゃんと無事に帰ってきてね。そしたらその自衛官はこう言ったそうです。バカ野郎、自衛官をなめんなよ、今頑張んないでいつ頑張るんだ、あの厳しい訓練に比べればまだまだだ、今頑張んないでいつ頑張るんだ、あの厳しい訓練に比べればまだまだだ。そこに私は本質があると思います。私が清田団長とともに派遣されたイラクにおいてもそうです。民主の参謀長から言われます。自衛隊の任務は民生支援、ウサギの任務かもしれない、でもウサギの任務をウサギでやったら絶対失敗するぞ、ウサギの任務をライオンでやることが大事なんだ、全くその通りです。皆さんの一番の任務は国際貢献ではありません、災害派遣でもありません、国の守り、国防です。国の守りのための厳しい訓練を通じて高いレベルを維持することが、結果として災害派遣や国際貢献につながり、そして皆さんの命を守り切ります。先ほど団長から話がありましたように、日本の周辺環境を見ても南西正面だけではなく、先月の9月2日にはまさに対日戦勝記念日に合わせたロシアの大規模海軍演習が始まり、日本列島戦略爆撃機が一周する、冷戦間にもなかったことです。こういうことを考えますと、この石川駐屯に所在部隊の皆様の役割、今後ますます重要になってくると思います。我々国会議員が大事なことは、今回の震災の教訓等を踏まえて、国防に移動なきよう自衛隊の人員、そして予算を増やすことだと思います。これだけ任務が増え、即応体制が求められる、しかし予算や人は増えない、幸せは全部現場に来ている、私は限界に近づいているというふうに思います。しかしながら今国会に現政権から出てきている法案は、自衛官の定数削減と皆さんの給料最大 10% 3年間の削減です。災害派遣中に私もいろいろ現場で言われます。佐藤議員どうして、もっと人がいたら多くの人を助けることができたんだ、できたんだよ、涙ながらの部隊長の訴えもあります。これだけ一生懸命頑張ってるのに、なんで給料削減なの、俺たち一体何か悪いことしたんですか。これは給料問題ではなく、私は誇りの問題だと思います。これは自由民主党は当然これに反対します。
参院の方では民主党がある程度数を持っておりますので、対案を出し徹底的にこれについてはおかしさを追及してまいります。私は現場の国会議員の一人としてしっかりと皆さんがいざという時に動ける環境を作る、家族の方が安心して皆さんを送り出せる、地元の方々が力ず舞台は我々の誇りだなと思えるような環境を作ってまいります。どうか皆さんは私の尊敬する清田団長を核心とされ、誇りと感謝と感動の気持ちを忘れることなく、心の志は高く目線は低く地元に密着をされ訓練に励んでください。そして何よりご家族の方を本当に大事にしてください。私は私の道でしっかりと汗をかきます。共に頑張りましょう。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。続きまして袖ヶ浦市自衛隊協力会会長、袖ヶ浦市市議会議長、渡辺久官様、お願いします。